ネリー・アントニオ・ブレネス・カルデナスは、コスタリカリモン出身の陸上競技選手。専門は短距離走。200メートルで20秒20、400メートルの屋外で44秒60、室内の400メートルで45秒11の、自己ベストを持つ、200メートルと400メートルのコスタリカ、記録保持者。2012年イスタンブール世界室内選手権。 男子400メートルの金メダリストである。コスタリカが生んだ世界レベルのロングスプリンター。2012年にイスタンブール世界室内選手権、男子400メートル決勝を世界歴代9位の記録となる45秒11で制して、金メダルを獲得した。これは、世界室内選手権で獲得した、コスタリカ発のメダルであると同時に、陸上競技の世界大会で獲得した。 コスタリカ初の金メダルでもあった。世界室内選手権では3度のファイナリストという実績を持つが、オリンピックと世界選手権ではファイナリストになれていない。陸上競技を始める。国際大会デビューを果たし、中央アメリカジュニア選手権や中央アメリカカリブ海、ジュニア選手権の男子400メートルで、ジュニアコスタリカ新記録を樹立して、メダルを獲得した。 二度目の世界選手権出場となった8月の大阪世界選手権では男子400メートル予選を45秒01のコスタリカ新記録で突破するも準決勝は着順で突破できる2着以内に入れずタイムで拾われた選手とは0秒18差の全体11位で敗退した世界室内選手権初出場となった3月のバレンシア世界室内選手権では 男子四百メートル予選を四十六秒四十五のコスタリカ新記録で突破。今までコスタリカ選手は全種目を通じて世界室内選手権で予選を突破したことがなかったがブレネスは予選どころか準決勝も突破して決勝まで進出した。世界室内選手権におけるコスタリカ初のメダルがかかった決勝は三位のクリス・ブラウンと0秒十九3の四位に終わり、 メダルを逃した。オリンピック初出場となった8月北京オリンピックでは、男子400メートル準決勝で44秒94のコスタリカ新記録をマークして、組4着に入るも、タイムで拾われた選手とは0秒12差の全体10位、タイで敗退した。2度目の世界室内選手権出場となった3月の、 ドーハ世界室内選手権は2大会連続で400メートル決勝に進出するも3位のジャマル・トーランスと0秒12差の4位に終わりまたしてもあと一歩でメダルを逃した7月の中央アメリカカリブ海競技大会では男子400メートルをコスタリカ新記録の44秒84で制し中央アメリカカリブ海競技大会の陸上競技で コスタリカ初の金メダルを獲得した。9月には、コンチネンタルカップ男子4400メートルリレーに、アメリカ大陸代表チームの一層として出場し、大会記録を29年ぶりに更新する2分59秒00で優勝した。10月のパンアメリカン競技大会男子400メートルで44秒65のコスタリカ新記録を樹立し、ルグエリン・サントスやラモン・ミラーラを破り、 パンアメリカン競技大会の陸上競技でコスタリカ初の金メダルを獲得した。3度目の世界室内選手権出場となった3月のイスタンブール世界室内選手権では男子400メートル準決勝を46秒01のコスタリカ新記録で突破すると決勝では準決勝でマークしたタイムをさらに縮める45秒11で優勝した。このタイムは 世界歴代9位のタイムであり、ブッチレーノルズが1993年、トロント大会でマークした45秒26を更新する大会記録でもあった。コスタリカは今まで世界室内選手権でメダルを獲得したことがなかったが、初のメダル獲得が金メダルとなった。さらに、オリンピックと世界選手権及びユニバーシアードなどを通じ、 陸上競技の世界大会で獲得したコスタリカ初の金メダルという快挙だった。前回大会チャンピオンとして臨んだ3月のソポト世界室内選手権男子400メートルでは4大会連続で決勝に進出するも47秒32の6位に終わった。3月のポートランド世界室内選手権男子400メートルに出場すると 準決勝で46秒49の組4着に終わり、組3着とは0秒16差で5大会連続の決勝進出を逃した。6月23日のミーティングマドリード男子400メートルで44秒60をマークし、自身の持つコスタリカ記録を5年ぶりに0秒05更新。さらに7月10日には200メートルで、 自身の持つコスタリカ記録を2年ぶりに更新する20秒43をマークすると、15日に開催されたダイヤモンドリーグヘラクレス男子200メートルではさらにタイムを縮める20秒33をマークし、両レースでリオデジャネイロオリンピックの参加標準記録を突破した。3度目のオリンピック出場となった8月のリオデジャネイロオリンピックでは、開会式でコスタリカ選手団の騎士を務めた。 今大会は男子400メートルに加えて200メートルにも出場すると最初に行われた400メートルは2008年北京大会以来2度目のセミファイナリストになったが準決勝は45秒02の組6着で敗退した200メートルは予選で自身のコスタリカ記録を0秒13更新する20秒20をマークしこの種目初出場ながら セミファイナリストになったが、準決勝は20秒33の組6着で敗退した。うちの数字は風速で、プラスは追い風を意味する。微光欄の記録は、当時のものダイヤモンドリーグの総合成績を記載。獲得ポイント欄のうちは出場した、ポイント対象レースの数を意味する。優勝したダイヤモンドリーグ個人種目の成績を記載。ありがとうございます。